73式小型トラック73式小型トラックに関連する作品の一覧73式小型トラック73式小型トラックに関連する作品の一覧は自衛隊が装備する汎用小型軍用車両73式小型トラックに関連する作品の一覧である73式子型トラックは73式中型トラック73式大型トラックともに 自衛隊において、最も一般的な車両であり、そのため、自衛隊が登場する映画、テレビドラマに出演することが多い。73式小型トラック、ライダータイム仮面ライダージオ v s リケード7人の、ジオ。白い警務隊仕様からランプを取り除いたものが登場。第1話、漂流学園、ラストシーンにて、真実の相互を探していた角谷氏が運転。第 戦争前夜では、総合 F をこの車両で追い詰め、リケードに変身して戦闘した。その後も最終話、最後の総合中盤まで登場。ちなみに、本作では、ナンバープレートが、右落ち300つ、293となっており、司大使と読むことができる。右落ちとは、仮面ライダーオ本編に登場した、右落ち区のことを指すと思われる。ありがとうございます。